今回ご紹介するのは、オールドインター REF-R820AD です。1960年代に開発された IWC の名機と謳われる85系のペラトン式キャリバーを搭載したヴィンテージコレクション。こちらはデート機能搭載のインター定番人気モデルです。サイズ。ラグ幅19ミリです。ケース径は約36ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約44ミリ、厚さ11ミリ、風防含む、腕回りは調整可能です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きです。デートは針を回して調整します。繰り戻しのクイックチェンジ付きです。精度。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤はシルバーカラーの中心が膨らんだボンベダイヤル、アップライトインデックスとエッジの効いたドルフィンハンドの組み合わせ、3時1にデート表示、外周の金属のボールを埋め込んだミニッツメモリなど、細かなディテールにこだわった精巧な作り込みが秀逸な風防デザインです。SS ケースは防水性の強さをアピールするフィッシュクラウン、スクリューバックのラウンドフォルム。バンドは社外製ジュビリーブレスレットを装着しています。流行に左右されない IWC らしい質実合金の気質を堪能できる一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。軽い小傷、シミ、汚れなどの経年変化が認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックスは、やや劣化していますが、錆は出ていません。ケース、裏蓋。シレ、小傷、あたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。へこみなどはありません。風防。特に目につくスレやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス。社外製です。シレ、小傷が見られますが、すぐに装着可能です。付属品。時計店修理明細2021年 OH 実施です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、
概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。時計の委託、アンティウォッチマンがお送りしました。